大阪府再生会水田病院は大阪府水田市にある公的医療機関、臨床研修病院をはじめ地域医療支援病院や大阪府がん、診療拠点病院などの指定を受けている。この府市は医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。内科には消化器、肝臓、糖尿病、呼吸器、循環器、 神経の専門医がいて、緩いデイビジョン化により、内科全体が統合されている。様々な疾患の総合診療を行っている。消化器疾患の地域機関病院、急性期病院として、消化器病、肝臓、消化器内視鏡の専門医が中心となり、診療に当たっている。肝臓グループと消化管グループに分かれており、それぞれが高い専門性を発揮し、診療に当たっている。 治療に関しては消化器肝臓病センター、消化器内視鏡センターとしてのセンター化を活かし、消化器外科、肝胆水外科、放射線科と連携し、外科手術も選択肢に入れて、最適なものを選択している。肝臓に関しては、厚生労働省によるナッシュの研究班班長、経験者でも、ある名誉委員長を、はじめ、各学会における、主導医、専門医、 認定医といったスペシャリストが多数在籍している。大阪府肝炎専門医療機関でもあり、府内全体で見ても肝臓に関して高い治療実績を誇っている。消化管疾患に関しては、内視鏡や化学療法などの癌治療から炎症成長疾患などに力を入れている。特に、消化管出血、胆動ドレナージなど緊急を要する場合、オンコール体制を取り対応していて、 急性衰炎などに関しては、集中治療も力を入れて行っている。院内の救急センター近くに緊急用の内視鏡室入り口を備える。10日には以下の専門外来がある。呼吸器の内科疾患を扱う。がん治療についても大変力を入れている。気管指鏡検査にも最新の機器を揃え対応している。 呼吸器病センターの内科部門として位置づけられており、センターの一部としての立場を最大限に活かして、日々の診療に当たっている。日本呼吸器学会及び日本呼吸器内視鏡学会の認定施設であり、背筋結核を除く、呼吸器疾患全般を対象に診療を行っている。悪性腫瘍の治療に関しては、センター科のメリットを大いに活かし、呼吸器外科、 放射線科と連携して、化学療法、外科的治療、放射線治療を組み合わせた、修学的的治療を実践している。しっかりとインフォームドコンセントを行い、患者が納得して治療を受けられるよう最善を尽くしている。長期にわたる治療や経過観察が必要になることも多いため、急性期、慢性期を通じて、切れ目のない診療を提供できるよう、地域の医師との連携も、 より密に診療に当たっていくことを目指している。科学療法センターの課長補佐が在籍するほか、院長補佐、副委員長も各1名在籍する。循環器系、すなわち心臓や血管領域の内科疾患を扱っている。旧当直員が常駐し、急性心筋梗塞、不安定狭心症、重症不整無薬等の緊急性のある心疾患の、 患者を対象とした24時間体制の内戦直通方式による旧ホットライン体制を実施している。急性心筋梗塞に対しては、緊急心臓カテーテル検査、必要に応じて、ポバステンと血栓吸引などの PCI 治療を施行、引き続き集中治療室での管理を行っている。心臓血管外科とも常に連携している。 脳神経内科領域の各種疾患を扱う。脳神経内科領域の各種疾患として、脳血管障害、炎症性疾患、脱髄性疾患、変性疾患、各種末梢神経障害、代謝性、糖尿病性ニューロパチーなど、筋疾患、重症筋無力症などに対応し、診療を行っている。診断や検査に関しては、充実した設備を利用して、画像診断、 電気生理学的検査により的確に判断する。また、総合病院としての特性を生かし、精神神経科や脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科などとも密に連携を取りながら、的確な治療を行っている。2019年2月より、標榜診療科名を神経内科から脳神経内科に変更している。糖尿病を中心に代謝疾患の診療を、 行っている。当院は北節での糖尿病教育認定施設の一つでもある。これを生かし外来を対象に透析予防のための糖尿病教育を実施している。常に迅速な検査を施行し、糖尿病の状態がいち早く把握できるようにするとともに、糖尿病手帳に検査等のデータを記載し、患者自身がデータを理解し糖尿病に取り組めるよう努力している。 さらに患者同士が連帯感を作り、安らぎが得られるよう、糖尿病患者専用の外来待合や診察室を作り、診療を行っている。患者の間には連携を深めるための自発的な組織があり、当院に通院中の患者間の交流や、大阪府糖尿病協会を通じた隊員の組織との交流が図られており、当院の職員も会の講演などに協力している。 糖尿病教育入院も行っている。また、地域連携パスを構築している。腎臓疾患を全身性疾患の一部と捉え、地域の基幹病院として、そして工事機能を持つ総合病院として、各科の医師と連携して、その診療に当たっている。腎臓疾患の診断、確定には、エコーガイドした経費的人生計を実施している。 慢性腎不全の患者の血液透析導入、残腎機能保持に優れる腹膜透析など、手術の腎代替療法も行っている。PD の患者で横隔膜交通症をきたした場合には、院内で積極的に強行強化での横隔膜報縮術も行っている。このほか、保存期の慢性腎不全の患者を対象にした腎臓病教室を開催するなど、管理栄養士、 薬剤師、看護師及び医師科のメンバーとともに、チーム医療として、人不全の進行を阻止すべく、患者の啓蒙にも努めている。日常的に経験しやすい、精神症状でお悩みの方から、心の病気まで幅広く診療を行っている。精神神経科では、精神科医も、また年齢を重ねつつ現代社会を生きる一員で、 あるという認識のもと、患者と同じ視点に立ってその声に誠実に耳を傾け、自然な形で回復の支援ができればと願っている。総合病院の中の精神科であるということから、身体症状を持った患者が多いのも特徴の一つであり、内科や外科など他の診療科と連携した総合的な診断、治療を目指している。なお、2020年10月現在、 上勤医が1名であるため、通院中の患者の逆紹介や、外来診療の完全予約制により、初診受け入れの制限などを行っている状況である。小児の総合診療科として、小児の幅広い疾患に対応している。大阪医科大学の関連施設で、すべての医師が大阪医科大学に関係している。当院小児科の特徴は、 小児科領域の中でも様々な専門を持った医師が集まっていることであり、非常勤医師も含めると悪性腫瘍以外はほとんどの疾患に対応できる。また、専門医が在籍しているため、診療している施設がまだ少ない起立性調節障害も専門外来を設け対応している。NICU とも積極的に連携しており、小児科長を含め4名が NICU チームとして NICU での勤務に当たっている。小児課長は NICU 課長を兼務しており、NICU 課長補佐も在籍する。これにより、重症新生児搬送や母体搬送の受け入れを積極的に行っている。なお、救急診療は時間外については2004年4月1日に会員した見直しの豊野広域子ども休病センターで対応している。 厚生労働省の研修指定病院であり、また小児科は日本小児科学会認定の小児科専門医、研修施設となっている。さらに n i c u 人医師は2004年4月に発足した日本週3期新生児学会専門医制度の研修施設として認定された。こうしたことから将来の小児医療を担う若い医師の育成にも力を入れており、 常時1から2名の研修医が研修している。10日には以下の専門外来がある。これらの専門外来はすべて予約制となっている。なお、2020年10月現在、心身障害外来、規立性調節障害外来、LD 外来の新規予約は停止中となっている。消化器内科と連携し、きめ細かく専門性の高い量の提供を心がけている。院長補佐、 がん診療推進室室長が在籍している。他にも、核学会指導医、専門医、認定医といった高い専門性を持った医師が在籍し、診療に当たっている。根治的に、安全に、優しい治療を基本理念に取り組んでいる。2008年より、肝・胆水の専門チームを発足し、治療をはじめ、日本肝・胆水下科学会の高度技能修練施設に、 認定されている。定期の外科手術が中心で、平日は毎日手術を行っている。緊急対応に関してもできる限り行っている。水がん胆管癌に対して、外科、消化器内科、放射線科の医師がカンファレンスを行い協力しながら治療に携わっている。日本乳がん学会認定乳腺専門医が在籍し、専門性の高い医療を提供している。検査。 診断から放射線治療まで一貫して受けられる利便性の高さが特徴。乳がんの診断にはマンモグラフィー、トモシンセシス、超音波検査、CT 検査、MRI 検査などを用いる。確定診断には従来の選手吸引細胞診、針性検に加えて吸引式針性検を導入したことでより的確な病理診断ができる。女性の疾患ということもあり、 同性の医師が患者の不安を少しでも軽減できるよう心がけている。関節教手術に定評があり、肩関節、膝関節、脊椎外科のスペシャリストが在籍している。肩関節、股関節を中心にした関節外科でもある。リハビリテーション科と連携し、リハビリも早期から行っている。田退骨訴訟症検診の二次検診施設の指定も受けている。 病棟ではクリニカルパスを作成活用している。患者は高齢者の関節、脊椎などの変性疾患、高齢者の骨折、救急外傷、若年者のスポーツ外傷、小児疾患など様々な疾患が見られる。早期手術も手術室との密な連携のもと達成できている。骨折、人体損傷などの救急外傷については常時オンコール体制をとっており、 いつでも救急外来に連絡があれば、直ちに対応可能である。2013年4月より30年ぶりの常勤体制をとっている。2014年4月より日本形成外科学会の教育関連施設として認定されている。日本形成外科学会認定専門医が診療、治療を行っている。特色としては、ベビムレーザーを導入していることが挙げられる。常勤医は、 救急センターでの勤務経験もあり、全身熱症、顔面骨骨折、軟部組織損傷などの外傷を中心に、多くの手術を執刀するとともに3次救命医療にも、携わり、全身管理についても豊富な経験を積んでいる。単独治療から、総合病院ならではのチーム医療まで、持ち得る技術と設備を駆使して、あらゆるニーズに応える。また、特殊な病気や病態に関しては、 大学病院と連携してより良い治療を提供する。その上で、機能回復とともに、生活の質の向上を目的とし、医療安全とインフォームドコンセント QOL を特に重視して、診療や人材育成に努めている。特殊外来として、毎週木曜午後に、リンパ浮腫、血管腫外来を実施している。周産期センター長をはじめ、産科課長、婦人科課長、 部長、委長、委員、レジデントの計9人が在籍している。安心した医療環境の下で行うことを第一の目的に、正常妊娠はできるだけ自然分娩で行うことを心がけている。一方で、ハイリスク妊娠、分娩も多数搬送され、新生児科、糖尿病内科などの各専門医と連携を保ちながら対応している。新生児集中治療室。 回復治療室も完備し、全国トップレベルの水準を確保し分娩施設と、共に集産期センターとして稼働している。大阪府の地域集産期母子医療センターの認定を受け、大阪府の母体搬送システムの、準期間病院としても十分な実績を誇る。年間130件前後の緊急搬送を受け入れ、地域と密着した高度救急医療の一端を担っている。 中産期センターでは緊急搬送の24時間受け入れ体制を敷いており、また、妊娠24週以降のすべての妊婦と新生児に対応している。これまでの実績が評価され、2016年9月に大阪府の救急医療功労者として大阪府内の産婦人科の中で唯一の表彰を受けた。正常妊娠もハイリスク症例も多いため、 経験豊富なスタッフが充実しており、中でも全国的にもまだ数が少ない周産期専門医が多数在籍し、日本一の専門医数を誇っている。婦人科疾患についても診療しており、子宮筋腫などの良性疾患から子宮がんなどの悪性疾患まで対応している。良性疾患に対しては、復腔鏡や子宮鏡下での内視鏡手術や子宮頸部の 全眼病変に対しては子宮を温存する子宮ケブレーザー塩水切除など体にダメージの少ない低侵襲手術を推奨して行っている。また、眼拠点病院や大学病院と積極的に連携している。スタッフには内分泌対射科専門医、産婦人科内視鏡学会の技術認定医も在籍している。不妊治療も実施している。 年間分娩数は2018年実績で680件。3回と新生児会と、病棟スタッフの定期的な集散期間ファレンスや、症例検討会を開き、集散期間連部門全体での検討を行い、EBM に沿った管理、治療を徹底的に行い、安全で確実な医療を1症例1症例に対して行うよう心がけている。 再生会の病院の中では12番目の規模である。JR 吹田阪急吹田板鹿野の JR、千里岡駅阪急相川阪急豊津駅、上山手、埼寺、JR 岸部駅。ありがとうございます。